こんにちは、今日は、リバージさんという新しいアメリカのゲーム会社とのお仕事についてお話ししたいと思います。この話をいただいた時に初めてのアメリカからのお仕事に依頼だったのでとても嬉しく思いました。小さい頃まだゲームっていうのが、ね、私の小さい頃まだゲームなかったので、まあ、映画の音楽とかいつかそういう仕事ができたらいいなと思ってました。多いなっていう印象が強かったです。で、音楽を作るときにジャズっぽい要素も入れてくださいってことで、それも私はワクワクしたんですけれども、ゲームも私はジャズの音楽も昔から好きで、いつかそういう音楽を作ってみたいと思ってたので、これはいい機会だと思って本当に嬉しかったわけです。でこのダイナミックなこの電子的な土着的なこのグラフィックの良さを生かすために、もちろん私もこの通りゲームしていますので、このゲームをして楽しんでいただければ幸いです。それでは、